こんにちは。2022年奈良城生物科学館へようこそ。人形のモデル、ジュゴンを守ろうの特別展を始めます。パート1では、ジュゴンを知ってもらって、パート2では、ジュゴンを守ればどんなことが起こるか、また、人が環境に与える影響と、環境が人に与える影響を知ることで、皆さんに環境問題について考えてもらいたいと思います。絵を見てください。女の子とジュゴンが地球柄の傘で相合い傘をしています。二人はなんで相合い傘に入っているのでしょうか。皆さん、ジュゴンを知ってました？身近にはいない動物ですね。ジュゴンは海に住みながら肉を食べない唯一の哺乳類です。水面から出て尾びれで土の上に座って休んだり、赤ちゃんを抱いて乳をあげる時もこうして海から出ています。昔の人たちはこの姿を見て人魚と間違えたのでしょう。ではジュゴンの特徴から見ていきます。ジュゴンの体の特徴から説明したいと思います。ジュゴン。三角形の尾びれ、ヒレ状の前足があって、後ろ足はありません。口の先に蓋のついた鼻の穴が2個あります。これで水面から出て息をするときは開けて、水に潜ると閉じます。ご飯中、海藻を掘るための厚い唇を大きく伸ばします。この顔がご飯を食べるときはこう変わります。口にある咀嚼板という器官がご飯をおろし金みたいにすりつぶしますが、これは海牛類だけが持っています。海牛類は次のスライドで説明します。不思議にも前の歯がすり減って使えなくなると、奥からベルトコンベヤーみたいに新しい歯が押し出されます。目は小さく、まぶたがないので、まるで袋の口みたいに開けたり閉めたりします。耳も小さいけど、とてもよく聞こえますし、声も小さいけど、いろんな種類の声で仲間と連絡をし合っています。大人になると背は3メートル以上、体重も300キロを超えます。攻撃性がないので、大きい体、硬い肌、早く固まって傷を防ぐ血で身を守っています。前足はボートを漕ぐように動きます。これでバランスをとったり、地面を張ったり、歩いたり、食べ物を口に押し込んだりします。便利ですね。尾びれの強い筋肉で上下に動かして泳いだり、さっき見た通りに立ったりします。先ほどの咀嚼板覚えてますか？これはジュゴンが属する海牛類だけが持つ器官です。海牛類は陸上に住んでいた草食哺乳類が何らかの理由で海で生活するようになった動物です。なのでジュゴンはアザラシよりも象に近いです。海牛類はジュゴン科とマナティー科のグループに分かれます。ジュゴン科にはステラー海牛という動物もいましたが、1700年代に人間に狩られて絶滅しました。今はジュゴンだけしかいないので、ジュゴンまでいなくなるとジュゴン科には誰も残らなくなります。ジュゴンは暑い地域の浅い海に住んでいます。アフリカ、南アジアなどいくつかの国に住んでいますが、
どこにでもいるわけではありません。ジュゴンの生息地はとても少なくて限られています。みんなバラバラに住んでいるので、地域ごとに固有の集団を作っています。その集団はお互い少し違った特徴を持っています。例えば、ジュゴンは草食なのに、ある地域では貝などを積極的に食べるそうです。ジュゴンのほとんどがオーストラリアに住んでいて、沖縄を含め他のところのジュゴンたちは絶滅の危機にさらされています。海の草と書く海藻と右の藻類である海藻は読み方は同じでも漢字も違うし、種類も全く違う生物です。ワカメや昆布は藻類の方の海藻で、これが草の方の海藻です。草の海藻と藻類の海藻はサメとイルカの関係と同じくらいに違います。サメとイルカは似ていますが、サメは魚で、イルカは私たちと同じ哺乳類です。そもそも海藻は胞子から成長するし、根、茎、葉の区別がないのに、草の方の海藻は種から成長するし、根、茎、葉の区別があります。草の方の海藻は世界中に育っていて60種類知られています。生きている間は様々な生物のご飯となるし、枯れてもいろんな植物の養分となります。モバは藻類の海藻の漢字ですが、モバは草の海藻と藻類の海藻が一緒に育つ海の森です。モバは地球を暖かくする原因である二酸化炭素を吸収して、生物に必要な酸素を作る炭素固定力がアマゾンの熱帯雨林よりも大きいです。海藻は窒素やリンなどの無機塩類を吸収して、いろんな有機物を作っています。こうして海水の栄養塩の濃度を下げて水を浄化するのです。また水中で葉っぱを複雑に伸ばして水の流れを和らげています。ゆっくりと流れると水中に漂う有機物が沈んで、そこに住む生物が生活のために使います。アマモなどの草の方の海藻を餌にしていて、葉っぱや茎を掘り起こして食べます。毎日体重の1割以上を食べるので、大人は30キロ以上も食べるわけです。大食いですので、水族館でもジュゴンのご飯に毎年3600万円を使っているそうです。このように海藻はジュゴンの大事なご飯でもあり、環境にも私たちにもとても大事な宝物です。お家から捨てる水にも汚れの原因である有機物や窒素、リンなどが含まれています。モバはこの汚れを分解して負栄養化を防いでいます。負栄養化とは栄養が有り余る状態です。汚い水は濁ってるし、きれいな水は透き通ってますよね。水がクリアになると太陽の光が海の中を行き渡るようになり、海藻が二酸化炭素を吸収して息するときに必要な酸素を作ります。それに負栄養化で水が濁ってしまうと、水の中で前が見られなくなるので生活の邪魔にもなるのです。また多くの魚や貝が卵を産んだり逃げ込んだりしています。葉っぱの上に卵を産んだり、葉と葉の間に入って敵から身を守っています。つまりモバには海藻だけでなく、魚やカニ、エビ、貝、ウニなどいろんな生物が住んでいるし、
多くの生物の生活を支えています。ですが最近藻場は大きく減少しています。原因として埋め立て、透明度の低下、有害物質の流入などが挙げられます。ジュゴンの寿命は70歳で結構長生きします。でも10歳になってようやく親になれます。しかも子供を産むまで1年以上かかるのに、一度に生まれるのはたった1頭だけです。2年ぐらい子供の世話をしますが、その間に親が死んだら子供は生きていけなくなるのです。つまり妊娠と子育てに時間がかかるのに、子供もあんまり作らないのでジュゴンの数はなかなか増えてくれません。ジュゴンに関してはまだわからないことが多いです。ジュゴンの祖先は陸上で暮らしていた頃、足を4本持っていたそうです。しかし進化を経て海での生活をしてからは後ろ足がなくなりました。その証拠に腰のあたりに後ろ足の跡と思われる小さな骨があります。その後泳ぎに向いた尾びれも手に入れました。昔はヒレが人間の手の役割をしたそうです。ヒレの中にある骨が私たちと同じく5本の指に分かれていたからです。人魚伝説の主人公だったジュゴンが本当に伝説になってしまうかもしれません。それに今この瞬間にも多くの生物が絶滅しています。ジュゴンがいなくなる一番の理由は人間だと言えます。優しくて肉も美味しいジュゴンは長年人によってたくさん捕らえられてきました。どの部位も食料や薬として使われたし、しかもジュゴンを食べると魅力的な人になれると噂されるくらいでした。もちろん今はジュゴンの狩りは禁じられていますが、昔の乱獲の影響が今にもひどく残っています。だから数が減ると回復するのは難しくて、死ぬ数が生まれる数より多いので絶滅しているのです。アンブレラ州であるジュゴンを守ればたくさんの生物が守られましたね。このようにある種を守って周りの生物もその恩恵を受け、共に守られることになる生き物のことをアンブレラ州と呼んでいます。まるで傘みたいな州ということで、英語で傘という意味のアンブレラ州と呼ぶわけです。ではジュゴンを守ることで具体的にどの生物が守られるでしょうか。まず、ジュゴンを守るために地球をきれいにします。すると、アマモ、スガモ、ウミショウブなど、たくさんの海藻が守られます。では、海藻を食べるジュゴン、マナティ、ウミガメも一緒に守られます。特に、アミメハギ、タツノオトシゴ、ヨウジウオは、藻場で一生を過ごす生物として有名です。また、ウミタナゴ、クロダイも守られます。そもそも海藻は海をきれいにするので、結果的に私たち人間を含め、すべての生き物に役に立つのです。日本では鳥羽水族館でしかジュゴンを見ることができません。ジュゴンは世界中でも鳥羽水族館とシドニーと水族館2カ所にだけ住んでいます。セレナちゃんは36歳です。人が好きで甘えん坊だそうです。海藻のアマモが大好物ですが、ロメインレタスも食べるようになったそうです。ちなみに、この緑っぽい写真は全部直接撮ってきたものです。ジュゴンなどの絶滅危惧種の生物を絶滅させないために、現場の海で守るだけでなく、水族館でも大事に管理することで守っています。水族館は
ただ単に人々が生き物の見物をしに行く場所だけではありません。これでパート1が終わりました。おさらいしましょう。ジュゴンがいなくなる原因は大きく3つがありました。1つ目はジュゴンの乱獲、ボートや網による被害でした。人がジュゴンの肉を食べるために飼ったり、思わずボートや網で傷つけたり殺したりすることを説明しました。2つ目はジュゴンの低い繁殖力でした。赤ちゃんを作るまで10年かかるのに、しかも1頭しか産めないんでしたね。最後は環境汚染による海藻の減少です。30キロ以上の海藻を食べるジュゴンにとってとても大きな影響を及ぼします。これでパート1が終わりました。でもまだ全部終わっていません。次のパート2では海藻の減少に直接つながる汚れを測る実験を通して、日頃から捨てる水がどれだけ環境に悪影響を及ぼすかを見たいと思います。ぜひ見てください。動画の概要欄にある URL をクリックするとアンケートがあります。アンケートに答えたらプレゼントがもらえますので、ぜひ答えてください。